自然療法チャンネルブナの森です。今日タイヤ交換して、ツイッターで、同じチームの方から、少しアドバイスいただいて、それが大変勉強になりましたので、ちょっと動画にしてみました。タイヤ交換、皆さんのこだわり雑談ということで始めていきたいと思います。で、ずっと使ってたクロスバイクを友達にプレゼントします。でその代わり、私は新しいクロスバイクを3万円で、新しいって言っても中古のパーツ寄せ集めのやつで、行きつけの自転車屋さんが作ってくれたもので、古いデュラのブレーキなんかがついてたりして、とても3万円とは思えないような、パーツになってます。今度お披露目したいと思います。でこれなんですけど、コンチネンタルのウルトラ、買いました。で何をご指摘いただいたかっていうと、このロゴとこのバルブを合わせるとなおいいよっていう、すごくやっぱり皆さんこだわってんだなと思いまして、私なんかもういい加減にちゃちゃっとつけて、なんかもうあんまり気にしなかったんですけど、やっぱりすごいなと思って、ロードバイクの動画を、上げるなんて本当におこがましいというか、私なんかまだまだなんだなって、知らないことが多すぎるななんてちょっとこうがっかりというか、してしまったんですけど、皆さんがすごすぎて、いろいろ勉強になります。で昔から勉強好きで、去年まで専門学校に3年間通ってたぐらいで、この年になってもその専門学校に通ったりして、勉強してます。勉強好きです。で今年はもうずっとロードバイクの勉強をやってるんですけど、こんなのもすごい面白い知識だなと思って、でご指摘いただいてから速攻直しました。はい。で直してですね、出かけてきました。でクロスバイクの調整ですね、して、でこれがカマフサ湖といって、蔵王に向かっていく途中にあるダムです。ダム湖です。で遠くに見えるのが、蔵王連峰です。で ここの眺めすごい好きで、いつも自転車で行きます。今回はこの鎌草湖まで、車でクロスバイクを運びました。でここから鈴蘭峠っていうのを越えると遠潟温泉っていうところに行きます。でこれが公園にある遠潟温泉の看板です。蔵王町っていうところですね。で すぐ隣にこの上の湯という公衆浴場があります。で足湯があって、なんか夕方5時までの営業って書いてましたね。お湯が止まるんだと思います。ここの足湯は無料です。お風呂の方は大人で330円でした。でこの横の駐車場から、蔵王連峰見えます。でこれが屏風岳、まるでこう屏風を立てかけたような感じで、山スキーで私はここを滑り降りたり、したことがあります。結構急なんですけど、本当に屏風のように立ってる斜面なんで、雪崩のチェックをしてから、滑り降りなきゃいけないようなちょっと斜度のあるところなんですけど、私はバックカントリースキー、山スキーで行きました。そんな登山をやってた時期もあったんですけど、今はもっぱら、ロードバイクの方です。ですぐ隣にこの蔵王大権現神社があります。蔵王山のふもとにある、蔵王の神社ですね。熊野神社ですかね。蔵王大権現です。ここをお参りしてからいつも出かけてます。で烏帽子スキー場って言いまして、ちょっと南の方にあるんですけど、
まあ、そのと手前にある橋ですね、こけしが立ってます。で、これこう、この橋を渡ってすぐ右折しますと、こちらのこけし館の入り口ですね、こけし館っていうのがあります。今は山形の肘折温泉とのコラボで、なんかこけしのこけし展、企画展をやってました。まあ、このこけし独特の東北宮城のこけしですね。私が生まれ育った群馬ではもうちょっとずんぐりもむっくりしてて、おかっぱ頭のなんか髪の毛がこう木で作ってある髪の毛のあるこけしでした。こういうひょろ長いやつじゃなくて、もっと寸胴のずんぐりむっくりのこけしでした。宮城はもうこの細長いこけしですね。で、こけし館からちょっと戻って、烏帽子スキー場の方に向かっていく、ちょっと通り過ぎたところですね。このチーズ工場があります。で、これ工場の横にある直売場なんですけど、クラッカーなんかに塗るチーズとか試食できますんで、ぜひ、ソフトクリームとかチーズの飲み物とか、ヨーグルトドリンクとかいろいろあります。で、このチーズ工場をさらに、東に、まあ、蔵王の方に向かって登っていきますと、10%ぐらいの坂があるんですね。ずっと10%が続く感じで、登りごたえのある坂です。本当に直線の坂で、このチーズ工場からまっすぐその直線上がっていくと、こちらのハートランドっていう牧場に着きます。で、今はクローズですけど、シーズンは、いろいろロバだとかヤギだとか、羊だとか触れ合うことができて、この中で、まあ、こちらの直売所と同じようなお土産を買うことができます。これは東側向いたところですね。なんかログハウス風のソフトクリームとか売ってる、まあ、ご飯とか食べられる小屋があります。まあ、こんな感じで、今日は遠刈田温泉周辺を走ってきました。私は蔵王山を中心にこれから、いろいろ走っていきたいなと思ってて、一番蔵王お気に入りなんで、今後も蔵王についてのおすすめのお店ですとか、おすすめのコースなんかを、やっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。今日は以上です。